怪我の正田選手に代わってのスタメンセカンド。山田選手はこのチャンスを決して逃しませんでした。走攻守にわたって正田選手の穴を埋め、この年93試合に出場、打率2割8分2厘、ホームラン8本、プロ入り9年目にして最高の数字でシーズンを終えました。来年の方がもっと大事だと思うんですよ、まあ、今から来年というのは難しいと思うんですけども、でもやっぱり来年が勝負という気持ちでまだやっていかなきゃいけないなと思います。その勝負の年、平成5年3月のオープン戦、二塁上にいた山田選手は帰塁の際に転倒、そのまま起き上がることができませんでした。右膝の十字靭帯断裂、ボロボロにちぎれた靭帯を手術でつなぎ止めても